ベンビー君と義母先生、せーの、はい、はい、改めまして義母先生でございますけども、はい、沖縄のお笑い芸人ベンビーさんです。よろしくお願いします。いや、始まりましたな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三振を、はい、習いたいというお話を、そうなんです、伺いまして、はい、ベミさんにやっていただけたら三振が嬉しいと思いますよ。やっぱり三振サイズもそんな気持ちなんですかね。僕と同じ気持ちなんですね。いや、しかし私に三振という武器を与えますか、もう。沖縄の芸人先生強強ですよ、これは。いやー、もうだからね、これがまあ本当にこう上手くなって、そのね、はい、ライブとかお仕事でも繋がったなと思いますし、はい、まあ、三振は全く初めてですか。まあ、お家にはあったんで、それこそいたずら程度に頑張り程度にというか触ったぐらいはありますけど、はい、ちゃんとやったことないですね。まずね、簡単な三振を持ってもらう前に、はい、ちょっと歴史を持ってもらいましょうか、もう。おお、重っ。我が家のやつより重たい。重たいのは、はい、木の材質がまず違うんですよ。琉球黒檀と呼ばれている、はい、三振の木の中では一番こう、うん、いい音が出ると言われている、まあ、要は黒木ですね。あ、黒木ね。黒木と言われる。黒木、黒木、はいはい。すげえ、緊張しますね、これ。持って帰らないでください。いやいや、バレます。で、こっちの皮も、イミテーションの人工皮とかが最近は結構多いんですけど、本皮と言われる、本物の蛇の皮ですね。はぁ。匂いも、実はちょっと、したりもするんですけど。あ、ちょっと。蛇臭。はい、蛇臭が。します。ああ、蛇臭だ。まあ、本堂のそのお三味線との最大の違いがやっぱりこの蛇の皮、うん、これ錦蛇ですよね。錦蛇ですね、うん、沖縄の、ハブと思ってる方も多いんですけど、ハブではちょっと足りないので、うん、あの大きさが錦蛇をね使っていますね、はい、で簡単なもう歴史なんかも紹介していいですか。はい、お願いします。中国の三弦という楽器が元になっていて、はい、中国から沖縄に来ました、うん、はい、でそれからもう沖縄からその本土に行って、その津軽とか長岡のお三味線だったと言われてるんですけど、うん、でその三線としても独自の音楽ができて、まあ、発達したと言われてます、うん、この首里城、はい、この王様の宮廷の中で歌われてた音楽が琉球古典音楽といって、はい、まあ、僕たちがよく沖縄の結婚式で最初に聴く曲ありますよね。はい、何ですか。鍵屋で風。鍵屋で風。正解。はい、その鍵屋で風とか、はい、まあ、そういう古典音楽を歌っておりました、うん、宮廷でね、はい、王様の前とかで、はい、あとはその中国のその方をこうおもてなすために歌われていたのが琉球古典音楽で、そこで発達したのが沖縄のまあクラシックですね、うん、でそれ以外でその庶民の間で広まったのが、まあ、朝ドヤヤンタとか、はいはい、沖縄民謡と言われるものなんですけども、はい、ちなみにどんな曲弾きたいですか。いや、まあ、みんなが知ってる、まあ、いわゆる民謡とかになるんですかね、まあ、でもポップスとかも弾けたら楽しいですよね。三振ってね、沖縄の歌だけのイメージがあるんですけど、はい、実は何でも弾けますよ、うん、ちょっと季節外れですけど、うん、はい、みたいな。おー、いい。もちろんありますけど、うん、結構いろんな曲が弾けます。嬉しい。じゃあ、はい、そうですね。もういきなりなんですけど、はい、ちょっと弾き方をお教えしていっていいですか。はい。おお、いきますか。まずはですね、はい、右の、膝、はい、膝に置いて、はい、はい、そして拳一つ分ぐらいを開けますね。はい。開きました。で、右手を乗せる。乗せる。はい。で、まあ、この角度がちょっと今下がってますけど、もう少しだけ上げましょうかね。まあ、こんな感じ、上げすぎず下げすぎずって感じですね。そうですね、上げすぎとかしないこれぐらいですか。なんかちょっと違和感、まあ、違和感ですか。でもこれが実際これぐらいですか。はい。おお、まあ、ちょっと下がってくる人がやっぱ多いんですけど、うん、そうですね、なんかこの方がも楽というか楽なんですよ、体の作り的にか。ちょっとだけそれで上げるイメージで、でこう、まあ、右手でちょっとまあこの支えてあげるというか、はいはい、じゃあちょっと早速ですけど、はい、弾いてみますけど、はい、じゃあそうですね、ピック使っていいですか。はい、三振を弾くバチという専用のものもありますけど、はい、まあ、ちょっとあれ難しいんですよ。持ち方とかちょっと大きさも大きいので、うん、まあ、古典とかを弾かなければピックとか爪で弾いたりもできますので、
ちょっと音を出してみましょう、はい、でギターのピックを使って今日はねちょっと音を出していきたいと思いますが、一番上の太い弦を弾いてみましょう、はい、一緒に、せーの、もうどこら辺でもいいですか、あ、手が来るところここ乗せて、いい質問ですね、わあ、出ました、電気の素敵いただきました、いい質問、みんな思いますこれね、はい、もういろいろこう弾くところがね あるんですけど、はい、なんですか、ブリッジ、この馬と呼ばれる部分のそば、はい、だとちょっと音が硬い、うんね、高すぎるとまたちょっとこう違うので、はい、ちょうどこの、そうですね、この辺ぐらいかな、この辺ですね、これですかね、まあ、この辺、はい、この辺を弾いてみましょう、で一番上の太い弦を弾いてみましょう、はい、せーの、もう一回弾いてみましょう、はい、せーの、そうですね、こっちの、はい、そう左手で触らないように、ね、触っちゃうとならないので、うん、もう一回せーの、あ、2本引いちゃった2本引いちゃった2本引いちゃった、よくやります皆さん、そう、単身はですね、はい、2本バーッとこう引いちゃわずに一応1音1音、うん、単音で弾いていく楽器なので、うん、はい、狙った弦を弾く練習家なんですね、そうですよ ね、いや本当に難しいんですよ、特に真ん中の弦なんてね、上にも下にも弦があるので、そうですよね、真ん中行ってみましょう、真ん中の1本だけ狙って弾いてみてください、はい、せーの、あ、お上手、もう一回せーの、はい、素敵、じゃあ一番下の弦行ってみましょう、はい、せーの、もう一回せーの、あ、いいですね、もう褒められております、三振のですね、そう、弦は3つありますよね、はい、もう3線と書くぐらいですから、はい、3弦なんですけども3つ音が違います、その簡単な音の名前なんかも紹介します、先ほどからも映ってますけど、はい、三振のね、はい、楽譜なんですけど、うん、これの名前知ってますか、いや、なんかね、コンクシーで文字は見たことあるんですけど、コンクシーですだから、愛とかオツとか、ああ、コンクシー、そう読み方、読み方、こういう読み方で三振の、ね、楽譜をクンクンシーと言いますけど、はいはい、まあ、名前をこう4と書いてクンクンシーと言ったりします、はい、まあ、この音もそのまま出てきますけど、まあ、細かく言うとそういう感じで音の名前もいろいろ出てきます、ちょっと今日はね、ここまで行っちゃいます、もう行っちゃいます、なりたいです、早く成長したいんです時間がないんです私人生もう折り返しているんですお願いします、はい、お願いします、実はその三振の、はい、弦、3つありますけど、それぞれ音の、名前も弦の名前もあります、弦の名前からいきましょうか、はい、さあ、一番上の太い弦、はい、ありますよね、はい、一番上の太い弦を男の弦、男の鶴と書いてウージルと言います、ウージル、太い弦ですね、一番上の、はい、この弦ですね、さあ、そして真ん中の、弦、はい、これを中の鶴と書いて、中の弦と書いて中汁、中汁、はい、うん、いいですか、はい、そして一番下の、見えてますかね、これ、女性の鶴、女の弦と書いてミー汁と言います、はい、ウージル、中汁、ミージル、覚えたところでもう一回だけ弾いてみましょう、はい、ウージルから、はい、せーの、中汁、せーの、ミージル、せーの、じゃあミージルから弾いてみましょう、せーの、中汁、せーの、ウージル、せーの、素敵、はあ、ありがとうございます、素敵なカリウシウェア、5回すいません、さあ、中汁、ウージル、ミージル、はい、これ覚えましたか、覚えました、男が低い、はい、低い声っていうか、あ、そうですね、みたいなイメージ、あ、その覚え方いいですね、低い音が男の弦、高い音が女の弦、で真ん中が中の弦、そう、さあ、そんな、中汁、ウージル、ミージル、その3つの弦、はい、音の名前もあります、はい、ウージルの一番太い弦の、はい、開放弦、何も押さえない時の弦、今鳴らしてきた音の名前は愛、はい、せーの、はい、じゃあ次、真ん中の中汁の何も押さえない開放弦の音は4、うん、せーの、いいですね、さあ、そしてじゃあミージルの何も押さえない開放弦の音をコウと言います、はい、じゃあコウを鳴らしてみましょう、はい、せーの、いいですね、さあ、この段、はい、行きましょう、人差し指を使います、はい、
で三振は、ギターみたいなフレットと呼ばれる押さえる、うん、指で押さえる場所の印がないので、今日はねちょっと印をつけております、うん、慣れるまではこれを印で、場所を覚えてもいいかもしれません、うんうんうん、慣れてきたらまあ見ないでやったり消してやってもいいかもしれない、はい、まあ、最初はこういう印をつけたりやって、覚えましょう、はい、じゃあ最初の、部分ですね。最初の印のところを人差し指で押さえるウージルの、はい、音がオツオツ。さあ、じゃあちょっと鳴らしてみましょう、はい、せーの。じゃあそのまま、真ん中の中汁の人差し指、真ん中汁の人差し指、はい、この音をジョージョージョー、せーの。あ、せーの、漏れちゃうな。あ、でも上手です。あ、中汁難しいですよ、だから他の音当たっちゃいますし。そうそう、ね、じゃあ次、はい、右汁の、人差し指を5ですね、はい、せーの。もう一回せーの。素敵。うーん、奏でてる、うん、いいですよ。最初ね、結構この綺麗に押さえ、強く押さえない、綺麗に押さえきれなくて音が鳴らない人が結構いるんですよ。おー、でちゃんとしっかり歌い上げて最後まで響かせていただけるのをイメージしてもいいかもしれないです、ね、はい、さあ、で次じゃあ行きましょうか、はい、中指を使った中指、押さえ場所、はい、ここですね。あ、これ無視してください。あ、なるほど、はい、次の音はウージルの中指で、はい、ローという音を出してみましょう、はい、これも印がついてますね、はい、じゃあ、はい、ローの音、せーの。いいですね。じゃあ次、真ん中の弦は中汁の 中指は中です。中、また中と言ったりもしますね、はい、せーの。いいですね、はい、じゃあ最後、右汁の 6、 6、これも中指ですね。せーの。上手ですね。いや、見えるんすか、もう上手って。いいですいいです。よし、楽しみだ。成長が早い。さあ、次もう2個ありますね。ですよね、ここだけ中汁、身汁、尺と7、はい、この音を小指で押さえていきたいと思いますが、まずちょっと皆さん、このなぜ、はい、ウージルはないのかと思いませんか。そうですよね、なぜでしょう。はい、実はですね、はい、三振のチューニング、今日は、いろんなチューニングがあるんですけども、今日はドファドドファドの、チューニングでやっております、はい、そうそうそう、でちょうど、ドレミ、真ん中がファなんですね、はい、上からレミファで、その次こっちの小指を使う音っていうのは4の音と同じになっちゃうので、押さえなくても音が鳴るということで、省略してます。ちょっと難しいんですけどもね、ドが、はい、オツがレですね、でローがミ、4がファー、ジョーがソーという感じに上がっていきます。なるほど、はい、では次、尺の音、はい、この7の音をちょっと押さえてみましょうか、はい、これは次の点でいいですか。そうですね、ここですね、はい、小指で、薬指は使いません。おー、せーので、最後、右汁の小指を使って7、せーの。いいですね、全部出した。アイ、オツ、ロー、ウジル、はい、で、四乗、中尺、中汁で、5、5、6、7が右汁ですね。うん、ここまで何かありますか。もういろんな音が出して、もうすでに楽しいですね。アイ、オツ、ロ、四乗、中尺、5、5、6、7、この11音ですね。お、まあ、もうちょっと細かく言うと、もう少し高い音とかも名前あるんですけど、はい、まあ、大体ですね、あの沖縄の民謡、この11個の音で、弾けますね。もうこの11個弾けたらもう1000曲から2000曲。1000曲!1000 でも手に入れたんですか、僕。3000曲くらい弾けると思います。3000! 3倍に膨れ上がった、すごい。もう沖縄の民謡っていっぱいありますんでね。はい、沖縄の民謡以外も弾けるので、もう本当に、これで弾ける、ね、弾ければ、もうだから、要は何でも弾けちゃうってことなんですよ。はぁ、あ、すげえ。まあ、はい、歌とかね、うん、またそういうのも、まあ、あるんですけど、とりあえず三振は、はい、これが読めれば弾けていきますので、はい、これをベースにですね、頑張りましょう。頑張りましょう。やった、3000曲手に入れた。
3000曲すげえな、三弦いや本当に楽しい楽器なんですよね。ねえ、いや結構こんだけ弾いただけもうなんかワクワクすごいんですよ今。いやもうポテンシャルもね、結構きてシャツも下着やし、シャツも寝るわ、結構シャツということで今日は、はい、まあ、一発目なんですけど、ね、三線の作りとそして簡単な、はい、まあ、弾き方、楽譜のね読み方を、お教えしました。ベンビー君と義母先生でございました。ありがとうございました。バイバーイ。